ちょっと遅れましたけれども、半月前に買ったリアルチェンジ特急ジャー第2弾をご紹介します。第2弾のラインナップはこちら。アプリチェンジャーと第1弾の残り、イエロー列車、ピンク列車、そして6号のビルド列車、光る誘導ブレーカー、そしてこれは第1弾にもあった特急チェンジャー、特急バックル&レインボーパスから特急6号バージョンと通話モードの全3種類。真ん中の通常バージョンは第1弾にあったものと同じですね。といったラインナップになっています。ではまずはこの特急列車全3種類を見ていきましょう。まずはミニピンク列車とミニイエロー列車。前回のレッド列車と同じように今回も小さいながらとってもよくできてますね。形も塗装もかなりしっかりと作られています。そして底面には、このように車輪がついていて転がし遊びをすることができるんですね。さらに、この2つのジョイントパーツ、ここは、特急チェンジャーに対応していますので、第1弾もしくは今回ラインナップされているこの特急チェンジャーをこのようにセットすることができますね。もちろんピンク列車もセットすることができます。そしてもう一つの列車、ビルド列車です。今回は特急6号のアイテムが、とっても多くラインナップされていて、このビルド列車も特急6号の変身に欠かせないアイテムですね。もちろんこの列車の作りもとってもいいですね。ビルド列車の細部まで造形そして塗装が施されています。もちろん背面には転がし遊び用のタイヤと特急チェンジャーにセットするためのジョイントパーツがあります。ビルド列車も問題なく特急チェンジャーにセットすることができます。第1弾の列車もしくはテレビマガジン7月号の追加付録のミニ列車を加えると1号から6号までの列車が揃ったことになりますね。続いては特急チェンジャー。特急チェンジャーは、第1弾にご紹介したこれ、この特急チェンジャーと全く同じものですかね。ちょっと組み立ててみましょう。中にはこのようなパーツが入っていて、ここをガッチャンとくっつけて取っ手を内側からつけてあげれば、はい、完成ですね。あとは付属のシールを貼ると、はい、特急チェンジャーが完成しました。やっぱり前回の第1弾と全く同じものですね。ベルトはマジックテープ式になっているので、お子さんの腕ならぴったりとはまるサイズですね。ちなみに大人でもギリギリくっつきます。では続いては特急バックル3種類見てみましょう。はい、中にはレインボーパスと特急バックル、そしてシールがそれぞれ1枚ずつ入ってました。ノーマルバージョンのシールがこちら、そして、通話バージョンはこのノーマルバージョンの上にダイヤルボタンやコールボタンといったボタンのアイコンが表示されてますね。ノーマルと通話モードの本体側の色や形は全く同じものですね。そして特急6号の方は形は同じなんですけれども色はグレー一色になっています。そういえばおもちゃ版で6号バージョンは出ませんでしたね。昨年は恐竜ゴールドバージョンのモバックル発売されたんですけどね。はい、レインボーパスにそれぞれのシールを貼ってみました。中のシールもデラックス版や劇中のデザインを忠実に再現されています。そしてこのレインボーパスは特急バックルのこのくぼみにカチャッとセットすることができます。背面にはクリップがついてますので、いろんなところに挟むことができます。残りの特急バックルも、はい、同じように、セットすることができます。ただ通話バージョンはバックルにセットするとなんか変ですね。やっぱり取り外してこうやって遊ぶべきものかな。では残り2つ、赤いのが超重いアプリチェンジャー、そして青いのが、なんと発光ギミックのある誘導ブレーカーということで、発光は最後に残しましょう。アプリチェンジャーを作りたいと思います。よいしょ。おー、ぎっしりっすね。中にはこんなに大量のパーツが入っていました。そして大きなシールが1枚、かなりくしゃくしゃです。では、組み立てていきます。まずはここのパネルを作るのかな。はい、3分割になっています。ここが液晶画面になるんですね。そして残りの3つのパーツでフォームを作るんですね。よいしょよいしょ。
あとはこの赤い3箇所を、この3つの溝に差し込めばいいのかな。せーの、よいしょ。おー、いい音。おっ、スライドもしっかりできる。ちょっとぎこちないですね。直眼板の方が良かったかも。ではここにシールを貼ると、はい、シールを貼りました。おー、なかなかいいんですけれども、なんか液晶のシールがちょっとぼやけてる感じがしますね。一昔前のプリンターで印刷しましたみたいな、ちょっとそんな感じのボケボケ感があります。直眼板と比べると分かりますかね。はい、ということでこちらがアプリチェンジャーです。やはり小さいですね。やはりこのリアルチェンジマンのアプリチェンジャーもよくできてますね。特にこの裏面のオレンジの盛り上がり方とか、特急ジャーのロゴとか、とっても忠実に再現されています。オレンジの塗装も綺麗ですね。ところどころネジ止めされていて、これがなんかね、メカメカしくて、ちょっといい雰囲気が出てますね。そして横に力を加えると、はい、このようにスライドすることができます。スライドすることで線路とホームが出来上がるんですね。線路の溝がかなり深いですね。先ほどご紹介した、ビルド列車をセットすると列車の半分ぐらいまで埋まりますね。そしてこの線路が、凹凸があって列車を滑らせることでカタカタカタっと振動がするのがなかなかいいですね。こちらからデラックス版、食玩版、そして今回のガシャポン版です。食玩版よりも少し小さめのサイズですね。ただ横から見ると食玩版よりもだいぶ分厚くできています。背面から見るとやはりリアルチェンジ版とデラックス版はよくできていますね。それでは最後、なんと発光ギミックを持った誘導ブレーカーということですけれども、一体どんな感じなんでしょうか。誘導ブレーカーもシールが付属していますね。このシールが1枚と、パーツは3分割、グリップの部分と本体と先っぽの部分ですね。あー、なんかリアルチェンジ版で絶縁テープがはまっているのは新鮮ですね。それでは組み立てていきましょう。まずは本体とグリップをくっつけて回せばいいのかな。そして先端にこれをつけて、これも回転させれば、はい、とりあえず完成しました。意外と長いですね。そしてシールを貼るとかっこいい。よくできてますね。これもちなみに食玩版の誘導ブレーカーと比べると、はい、こんな感じですね。はい、デラックス版と比較すると、はい、こんなに違います。ではこの絶縁テープを外して、これが電源スイッチですね。これをスライドさせるといきます。おお、光った。照明があると分かりづら。ではスイッチオン。おお、すげえ。超発光してる。これ当たったらテンション上がりますね。このように下を向けるとテーブルにかなり反射するので、光の強さも結構強いですね。はい、ということで今回はリアルチェンジ特急ジャーの第2弾をご紹介しました。まあ、聞いた話では、まあ、この辺のお金がかかってそうなアイテムはレアアソートっぽいので手に入れることが難しいかもしれませんけれども、列車やバックルも含めてどれもリアルチェンジという名に恥じないようなデラックス版や劇中を本当によく再現した、とってもよくできたミニチュア版のアイテムでした。こういう発光ギミックは今回初めてだったので、かなりテンション上がりました。こういう凝ったギミックは大歓迎ですね。まあ、次回のリアルチェンジも、期待したいと思います。以上、リアルチェンジ特急ジャー第2弾でした。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。